はい、今回はですね、渋い選手ではなくスーパースター紹介しましょうかね。この人です。スティーブン・ジェラード、通称スティービー。スティービーですよ、スティービー。いいですね、スティービーちゃん、かっこいいね。スティービーが初めて登場したのが2004、2005ですからね。ここからプレミアが始まったんで、うん、いいですね、かっこよろしいな。これね、みんな使ってましたね。なぜならね、スペシャルカード、黒カードなんですけど、レギュラーじゃなくて、レアカードと全く一緒なのかな、能力が。うん、これすごいよね。92やねで、トータル。15、13、16、17、14、17。欠点あらへん。やばいよね。欠点のないカードです。やばすぎます。これはアンダーファイブレアで皆さん使ってたんじゃないでしょうか。もうこの頃ジェラードピークですからね、本当に。ロングシュートも打ちまくって全部入るみたいなね。あれ、どことの試合かな、 FA カップかなんかの決勝で豪快なミドル決めたんですよ。ウェスタンかな。ぜひ皆さん YouTube で見てください。えぐいよ。あれ打てる日本人が早く現れてほしいね。うん、やばすぎるって。マジでやばいから。でですね、同じ年のだからこれが WCC5 初キラーですね。いいですね、かっこいいですね。豪快なミドルシュートを打ってるところ。ジェラードかっこいいでしょ。かっこよすぎるよ、本当に。かっこよすぎるけどね、意外と使ってなかったんですよね。この人、まあ、いわゆるトップ下っていうポジションなんで、トップ下っていうポジションが、ね、意外とね、WCC5 になかったんですね、意外とね。トップ下やったらね、意外とね、マラドーナとかね、カカとかね、みんな使ってたと思うんですよね。俺もどっちかとマラドーナとか使ってたんかな。意外とね。で、なんか WCC って特殊なゲームなんで、もっとよりディフェンシブな選手とかね、使ってた記憶があるな。いや、かっこいいな。この時とか本当に、全盛期がピークの時ですからね。で、バンディエラのチェラ。いやー、これもいいね。これね、右サイドなんですよ、なぜか。ね、なぜか右サイドなんですよ。わけわかんないですよね。この時右サイドやってたんか。よくわかんないですけど。この時に多分チャンピオンズリーグも取ってますからね。クラブワールドカップはね、負けちゃったんです。取れなかったんですよね。でもチャンピオンズリーグ取って。でも結局ね、スティービー・ジーはね、チャンピオンズリーグだけなんですよ、取ったタイトル。まあ、カップ戦とかあるかもしれないですけど、まあ、チャンピオンズリーグ、チャンピオンズリーグだけなんですよ。リーグ戦プレミア取れなかったんでね。いやー、タイトルに恵まれなかったですよね。この人ほど恵まれなかったしないですよね。うん、だから意外とね、そこまで長ね、世界中に知れ渡らないんですよね。ワールドカップ取ってるとかね、やっぱりチャンピオンズリーグじゃなくて、すべてのタイトル取ってるとかなってくるとね、もっともっとね、世界中の人たちが名前知るんでしょうけど。これが多分、これが持ってるレアの中で一番高いかな。多分この後に、もうちょっと高いやつあったと思うんですけど、それは何が高かったんやろ、ちょっとわかんないですね。はい。チェラード。でも、ジェラードのいわゆる、リバプールのホームね、この赤いシャツでのレアはこれが最後なんですよ。この後はね、なんか、私立多めに消えていったんですよね、なんか。この次の年にレアカードあるんですけど、それアウェー用なんですよ。アウェー用あんま好きじゃないんでね。やっぱホームじゃないとね。かっこよくないじゃないですか。これがトップ下最強の、おそらくね、まさに最強のトップ下のカード。オフェンス17、ディフェンスがめっちゃ高い。11やね。で、テクニック16。まあ、テクニック16が妥当かな。16か17で妥当としては。で、パワー19。パワー19がエグいやろ。スピード16。スタミナが17すごいよね。まずスタミナっていうかね、やっぱり体強かったしね。で、これはちょっとだいぶ前かな。06、07かな。のスペシャルか。これ何でもってるから別に使ったことないですよ。もちろんデザインが好きだからっていうね。このゴール決めた後なのかな。なんかね、指さして。これデザインかっこいいですよね。だから使ってますね、かっこいいですね。いや、これかっこいいし、マジでデザインが。デザインがいいんですよね、これ。これも多分トップ下あたりやんな。トップ下とか中盤のセントラルミッドフィルダーって感じなんか。まあ、ベニテスト組んでね、いいチームを作ってたんですけど、ベニテストはあんまり反りが合わなかったみたいで。ベニテストなんかめっちゃ細かいらしいんですよ。だから、あれせえ、これせえってすごい言うらしくて、それがあんまりね、選手には不評だったって。まあ結局、そういう人ってね、成功できないですよ。その後、レアルに行ってもうまくいかなかったですからね。
いや、いいですね。デザインいいでしょ、これマジで。で、WCCF は以上なんですけど、フッピスタで一応あるんですよ。レジェンドカードの中でね。まあ、デザインかっこいいんですけど、このなんかフッピスタのこのぼかしたような感じがね、あんまかっこよくないですよね、これね。処分かな。いらんな、これ、ほんとに。かっこよくないよな、なんかこの、ジェラードはかっこいいのに、このデザインがな、いまいちこう、フッピスタどうなんだな、ほんとにもう。いや、マジ、フッピスタいらんから、ほんとに WCCF だけ復活させてほしいよね。ほんとにそう思うわ。ほんとにもう、それ以外はいらないんで。はい。まあ、そんな感じでね。まあ、ジェラードはやっぱり、これでしょ。ね。いや、かっこいい。こっちか。よいしょ。いいよね。かっこいいよね。ぜひともね、また WCC 復活させて、ジェラード使いたいな。ゴールパアナウンスなやだな。スティービー G やだな。めっちゃかっこいいよ。俺の中でもやっぱトップ下って言えば俺この人がナンバーワンかな。うん、この人を超えるトップ下出てこへんな、やっぱり。うん。まあ、花はマラドーナがあったと思うんですけど、現実的なことで言うとやっぱジェラードかなって思いますね。花のある選手はもっといっぱいいるじゃないか、トップ下やったら。ドッティもそうやしね。でも現実的にはこの人が好きかな、はい。まあ、そんな感じで、今回はリバプールのレジェンド、スティービー・ジー、スティーブン・ジェラードの紹介でした。ありがとうございました。